さあその宮崎からスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパーが上田、そして4バックは右から青山、大畑、大、奥田、ボランチに千布と前田、中盤右徳永、左が渡辺亮、そして2トップ今日も藤岡と梅田ということになります。控えメンバーはご覧の通りです。アウェーの沼津もスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパー大友、4バック右から浜、後藤、井上、藤崎、ボランチが菅井と来た、中盤は右から染谷、真ん中佐藤、左高橋、トップの位置には渡辺亮、こちら前節からセンターバック後藤1人入れ替わっている。後藤は10試合ぶり久々のスタメンです。控えメンバーはこのようになっています。これ高い位置で奪えれば宮崎、梅田が狙っていきました。際どいシュートになりました。沼津の方が少しラインを高くというそんな形になって、さあ菅井、浮き球のパス、渡辺亮と、いやー沼津の渡辺亮の素晴らしいボレーシュートでしたが、わずかにポスト。これが菅井の浮き球のパスを、まあ沼津渡辺亮このボレーシュート、沼津渡辺亮この辺りは少し高い位置に、あ沼津の渡辺亮が奪って結果的につながって、さあ高橋だ、高橋、そして佐藤、菅井のシュート、あー決まった、菅井のシュートが決まって先制はすぐくなる沼津です。ちょっと微妙に弾道も変わったように見えましたが、菅井のゴールです。もう一度これご覧いただきますが、菅井が思い切って狙っていく、でちょっと宮崎選手の当たってやや軌道も変わったかというところで上田が処理できませんでした。浜からのボール、これ大が拾って梅田、さあチブ狙っていった、チブのミドル、ただ大友、さあここまた宮崎奪った、さあ梅田、徳永と、徳永も狙っていきましたがわずかに枠の外。この梅田、そして最後徳永、加速感を持って一気に上がってくる浜、そして高橋、まだ浜だ、これは藤崎チャンスなりびくさ、藤崎、いやー藤崎のシュートですが、宮崎の渡辺亮、そして千葉からのスルーパスが早速通ってくる梅田、藤岡、後半早々追いつきました、藤岡のゴールで1対1宮崎です。いやーまさに後半まだ間もない時間帯で、あもう一度まずこの渋野のパスが非常によく入って、そして梅田あるいは渡辺亮も絡もうかというところで、最後は藤岡流し込みました。渋からのボール、後藤と藤岡のところ、さあこれ梅田に入った、チャンス、梅田海斗2試合連発、宮崎逆転、藤岡も粘った、そしてこのボール左足振っていった梅田、このボールがラインを割って、そして今試合終了の笛、テゲバジャーロ宮崎対アスルクラロ沼津の一戦は宮崎が勝ちました。逆転勝ち2対1。